河合武主人2005年9月6日は、日本の実業家、教育者、元河合塾理事長、元山一小県副社長、河合一次の長男。愛知県のローカル予備校に過ぎなかった河合塾を弟の河合法人と共に全国展開し、三大予備校の一つに育てた。1992年、フランス教育功労賞オフィシエ受賞。静岡県生まれ。 旧西愛知第一中学、名古屋高等商業学校を経て、1941年12月、東京商科大学を繰り上げ卒業。卒業論文は、国際租税論の基本問題。交渉及び大学では、剣道部に所属。1942年日本工業銀行入校。同年短期現役士官として海軍に入隊。名古屋海軍監督官事務所主計中尉。 海軍省経理局、海軍主計隊を経て、第二次世界大戦終戦に伴い1945年10月から、再び、日本工業銀行勤務となる。1945年12月経済安定本部、産業資金課に出向。中山祖平日本、工業銀行復興金融部長の命を受け、連合国軍最高司令官総司令部の意向に、半紙石炭産業へ維持。 午前投資分を超えた投資を行った。1949年日本工業銀行融資第一部に復帰。1954年名古屋造船に出港し、同社債検索を策定。1955年日本工業銀行外国部次長。1959年、同行ロンドン事務所主席駐在員。1964年、証券不況による経営危機にあった。 山市証券に経営再建のため日高明らと共に送り込まれ、常務就任。同社専務、代表取締役副社長を歴任。山市証券退職後、父親が創業した学校法人河合塾に入社。弟河合法人と共に1979年の広島公開校を皮切りに、同塾の全国展開を図り三大予備校の一つに育てる。 1982年理事長就任、公会長。学校法人河合塾学園理事長や河合文化、教育研究所所長も兼務。2004年から札幌予備学院理事長兼務も、翌2005年廃園で死去。去年87、増上事項節度のにて、学米法人河合塾及び学校法人河合塾学園の合同葬が行われ、葬儀委員長は、 大学同期の宇沢昭和が務めた。ありがとうございます。